はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。で、今回西武ライオンズの栗山選手ですよ。12球団で一番かっこいいと思う。わかるな。わかる。めちゃくちゃかっこいいっすね。すげえわかる。だからこの前会った時に、まあ、もうちょっと笑顔でやれよなんかいつも眉間にしわ寄せてるじゃんって言ったら、はい、いや、僕より秋山の方が眉間のしわは深いですでも栗山がさ、はい、あれ笑顔を出して、はい、爽やかな感じをもっと作っていけば、はい、どれだけの女性ファンがお前いやー、絶対モテるよな、本当にかっこいいよな。でも笑顔になれないっていうのは分かるような気がするわ。やっぱり必死だもんね。人柄的には結構こう真面目な感じですか？いや、真面目真面目。やっぱシーズン3割も残してる男はさ、はい、神宮で中継があった時に、はい、立浪と俺とでいたんだよ。そしたら栗ちゃん来て、ちょっと聞いていいですかって言うわけ、はい、で何って言ったら、インサイドの打ち方ってちょっと教えてくれないですかとか。あいつもなんか研究熱心。2人のね、レジェンドの左バッターが2人だね。そうだね、左だし、はい、右投げ左だから、うん、だから共通するところがあるんじゃないかと思うんで、はい、でも今年お前もう消えるんじゃないかと思ったよとかいう話したら、はい、いやまだ頑張りますよとか言って、はい、やっぱ辻監督もよく生かしたよね。それね、やっぱりね、あれだけね、やっぱちゃんとした実績を残してるとただじゃ知らない。あ、やっぱちゃんとした力を持ってる。で、1、2打席目、ランナーがいない、まあ、そんなに気持ちが乗ってない。でも勝負どころのここ一番って言った時には必ず打ったね。チャンスの時に1点返すとかさ、そういうことするもんね、ちゃんと。だから1打席をすごく大切にするし、差別化もあるよね。この1打席とこの1打席は違う。それがちゃんとできる選手だから、集中力の配分というのが、まあ例えばさ、こうストライクゾーンがあるとするじゃん、9分割の。例えば2ストライクになると、はい、これ全部に集中しなきゃダメだよね。でも例えば初球、まあバッターボックスに立ってる、はい、ここの2マスにこの全体の集中力を傾けたとしたらどうする？全体というよりもここに集約されるでしょ、集中力が、はい、だからその使い方が栗山うまい。ケースによってはこっちしか来ないって言ってて、ここを完全に狙ったね。それ全体に投げてこようとするよね、ピッチャーなんで。ここに投げてくる、ここに投げてくるっていろいろしてくるけども、例えば栗山だったらここ、ここっていうさ、その絞り方っていうのがしっかりしてる。だから全部は全部は出ないけど、必ず芯は外さない。まあそれだけのやっぱミート力もあるし、すごい選手もしてるね。だから一つアドバイスしたのは、これから長くやるためには走れ、ランニングしろって言っといたから。走ってるか、栗ちゃん。まずは40まで頑張ってくださいよ。そうですね。楽しいですね。あのね、ベテランの選手ってね、味があるから、打席で。いや、そういうところをね、見といてほしい。まあ、頑張ってください。はい、チャンネル登録してもらいます。